チャッ、はい、チャッ。まあ、前回の話の流れからなんですけど、まあ、キャンプを乗り切って、精神的にもちょっとは強くなっただろうと。で、監督、僕見てて、ジャイアンツの出身の監督って、他の球団でやると、ジャイアンツに目を向くんですよね。監督もやっぱりジャイアンツだけには負けるなって。いや、俺はジャイアンツ、まあ、全部の球団にそうだったんですけど、自分の監督の意識が違うよ。だからお前、それはジャイアンツじゃないよ、原だよ。原に対してのあの野郎だよ。あ、そこなんですか。そこだったら、お前露骨にそれ出てたでしょ。たっちゃんだよ。最高の俺にとって、野球人にとってライバルは原辰徳ですよ。年下だけどな。ああ、だから、まあ、それは巨人に入団をして、いろいろあったんだよ、やっぱり。ね、大将がサード守ってて、そうで、最初はセカンドでスタートしましたよね、原監督が。そう。それがいつの間にかこう変わって、ファーストに大将が行ってみたいな感じになってましたよね。そう。やっぱそういう流れですか。そういう流れもあって、常にライバル意識っていうか、俺の中でね、まあ、タッチはそんなに強く思ってるかどうか分かんないけど、でも意識はしてると思いますよ。いや、本当、それはね、お互いにどっかにあるんじゃないかと思うんだよ、現役時代から。同じやっぱサードの三塁手でさ、長嶋さんに憧れてさ、そのポジションでこだわってきたわけじゃない。まあ、憧れが強いですもんね。お互いに強いから、タッチはもそうだからさ、だからそれはジャイアンツのしかもサードだよ。そこに対しての自分のプライドみたいなものはさ、それも4番でしょ。そう、もう4番もあるしな。4番も取られたじゃん。全部取られてるの、タッチャンにね。それは大将は取られたっていうやっぱり意識ですか。自然の流れなんだけどね。でもそういうことで駆り立てるってことはあるよな、自分の気持ちをな。この若造に絶対負けるかとかさ、いうので頑張れたから、だからゆくゆくは感謝してるんだけど、でもそのやってる間っていうのはさ、なんかそういうものでさ、闘争心っていうのかな、自分自身の中で、まあ、ジャイアンツに対してじゃなくて、たっちゃんという存在に対してのライバル意識っていうのは誰よりも強かったし、で1年目は東京ドームで一勝もできなかったんだからな。で、地方球場行って引き分けたんです。それも、すごい試合な。すごい試合。延長になって、ピッチャー大体残っちゃったね。野手いないみたいな。そう。それで引き分けで終わったんだよな。あれ嬉しかったな。負けなかったっていうことがさ、嬉しかったのと。でも常にやっぱりね。ただね、あの時はね、みんな引き分けて監督が喜んでたから、勝ってないよなって錯覚するぐらいの喜びようだったんですよね。そう。俺はね、覚えてますやっぱりちゃんと。覚えてますよ。露骨に出てるよ俺は。巨人戦のたっちゃんに対しての戦いの意識はね、本当すごい露骨だったんですよね。それ分かっていたところはあるね。あの選手はちょっと異常じゃないですかっていうような、巨人戦に対しての意識がちょっと半端ないですねっていう感じで言われたことあったよ俺。選手に、いや、そうでしょ、いや、僕はやっぱジャイアンツに勝って自信をつけろと、そっていうような感じで、やっぱジャイアンツに向かって行く気持ちを作り上げていってんのかなと思ったら、違ったんですね。いや、違くはないジャイアンツのメインでガーンと指揮を取ってるのが原辰徳という存在だから、まあ、今でもそうなんだけど、でもそれに対しての意識っていうのは俺個人的に持ってる部分でいうと、そういう流れが人生のドラマがあるからさ、なるほど、背景を背負ってきて付き合ってきている間柄の中にそのライバル意識っていうのは強いものがあるから、露骨にたっちゃんの原ジャイアンツに勝ちたいというね、そういうところよ。なるほど、それが強かったよ。でも、大将なんかは、やっぱ先頭に立ってやっぱ引っ張るし、チームを、やっぱこう理不尽なことがあったら、それをバーンと言うし、だけど最近の監督っておとなしくないですか。いやタイプじゃないのか。俺はちょっとさ、でも、計算してやってたかとかもあるからな。まあ、それはもちろんね、もちろんそうでしょ。最初の体重だってお前に言ってたよ。退場してくれって言って、退場になるからなって審判のとこ行ってさ、即刻退場になったけどさ、言ったんじゃないでしょうね、退場してくれって言ってないでしょうね、自分で。いや、でも、そういう演出があって、
選手を鼓舞するところっていうのはあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのはやっぱり演出として考えるし、うんうん、やっぱり自然とできたところもあったでしょ。そうだな、それはもうあの環境というかさ、ああそのタイミング、野球が持ってるさ、ああの闘争心丸出しにならなきゃいけない、ああ、状況っていうかさ、 あの時には選手が求めてるじゃん、そうだなっていう感じのさ、そのキャッチボール、うん、あれ感じなかったらさ、うん、同じチームのチームメイトの中でさ、家族でやってるチームじゃないよな、うん、それに対して答えなかったらさ、うん、だからプロ野球って監督もよく言ってた、うん、興行だぞって、うん、そうそう、だからファンに喜んでもらえない、うん、もらわなきゃいけないし、うん、やっぱ暑さ出していけ、うん、諦めるな、そうそう、絶対寒くなっていうのが口癖だったじゃないですか。そうそうそう、それが一番だな、でしょ、俺の野球はな。そうですよね、うん、でもそれが全部には当てはまらないにしても、うんうん、そういう指揮官が、うん、減りましたよね。そうかな、だって昔は星野さんだって暑かったし、あ、暑い人ってたくさんいたじゃないですか、うん、そうだね、今なんかこう見せ方としたらすごくおとなしく控えてるっていう監督が多くないですか、うん、だから冷静沈着で野球を知ってて、それで、判断力があって、そういうふうなスマートな監督さんが、うん、評価される時代みたいなさ、かつやっぱ時代なんですかね、監督、うん、評価の仕方じゃないの、俺みたいな、やっぱりお前らも言ってくれるように、ちょっと気象火事みたいなさところがあったから DeNA で成功したと思うよ、そういう意味じゃ。それを待ってたんじゃないの、ファンが。いや、すごい一面飾りましたもんね、うん、あの弱いチームが。いや、本当にね、あのそれも計算の中なんだから、営業、この計こっちはないけどな、いや、こっちの経済効果って言ったら相当なもんでしょ。あ、それはすごかったろうな、 DeNA にとってはな。いや、本当に、いや、でも難波さんとかは感謝してもらってるから、うん、まあ、それだけでもいいけどね、これでは帰ってこなかったけど。そうでしょうね、ちょっと安く叩かれましたもんね戦うなんていうレベルじゃねえ。そうですね、本当に GM にこの野郎って言いたいぐらいだけども。いや、本当ですよね。でもその環境の中ではな、いい野球は思い通りの、僕が思ってた通りの野球ができて、でみんなが評価してくれたっていうかさ、扱ってくれたしな、マスコミもな。いや、だから、うん、まあ、我々のこうスタッフの中にね、うんうん、で監督が何を考えてるかわからないから、うん、あそこのチームの野球見なくなったんですよねっていうような、うん、いや、何考えてるかわからないし、暑さを感じないから、うんうん、見てても野球はつまんないんですよねって、あ、そういうファンもいるし、うんうん、まあ、身近にもいたわけですよ、うんうんうん、おそらく監督あって、うん、中田監督あって、いや、だから楽しかったですよ、うん、やっぱプレーも見てるけど、うん、監督も見られてるんですよね、うんうんうん、という意識はあった。あ、やっぱありました、まあ、特にあったでしょ。だからすごいあの化粧してたでしょ、こうやってタッチしてさそういうところじゃないの、ね、よく言いますわもう疲れ果ててコーチ室でこんな寝てたじゃないですか、帰るみたいに監督時間ですよって言って、よしよし行こうか、うん、まあ、考えることも多かったんでしょうけどね。でもその見せなきゃいけないっていうのは選手だけじゃないからな、うん、俺たちもプロだから、その監督であり、コーチであり、すべての連中っていうのは、やっぱり演技者と役者でなきゃいけないと思うんだ、うん、どっかで。うん、もう審判も同じよ。見せ方ですよね。見せ方ですよ。そういうのを意識しながら、どうやってやっていかなきゃいけないかっていうのは、うんうん、それは自分の意識の中になかったら、行動に出ないよ。そうですね。うん、今あれもそうだけど、つまんないのは、なんだろう。リプレイ検証、はい、リプレイね、あれ、はいはい、あなんていうの、リクエスト、リクエスト、はい、まあ、リクエストはこっちだけでいいんだよ、お前、もう一曲お願いしますってさそれでキャラクターやるやつも全然いいんだよ、お前何がリクエストだよ。でもあんなんだったら全然もう今抗議、はい、とかああいう時間帯がないじゃん、うん、本当にあの緊張感のあるさ、真剣モードっていうのかな、 そうですね、そういう空気を作るチャンスもないんだよな、うん、どんどん野球界のいいものをさ、剥奪してる感じがしてしょうがないんだ、これ。だから思い出すのは、うん、黒羽がスライディング避けて、うん、タッチできなくて、ゲームセットで終わった、サヨナラで終わった試合なんかは、まあ、まさしく、いや、監督も多分、うん、いや、そうじゃないかなと思いながらも、うん、やっぱファンのためにとか、うん、チームのためにとか、うん、やっぱ抗議行ったですもんね。うん、だから、あれでも、最近じゃないかな、最近の手紙の中にあったな。うん、ゲームセットで終わってんのに、監督が出てきて、うん、あれ甲子園だったか、甲子園で抗議してる姿に
感動しましたっつって、うん、ああいう、うん、野球を もっと見たいですっていうようなね手紙をねいただいたの最近だよ。いや僕もあの試合はちょうど見てて、うん、僕らはもうスロー再生があるから、うん、分かるじゃないですか、うん、あ監督はセーフだわとか思ってましたいやだけど、うん、あの暑さはやっぱ伝えとかないと、うん、やっぱ黒羽も浮かばれないし、うん、あの時黒羽だったですよねキャッチャー一番しらけるルールだからな悪いけどそうなんですよ誰しもがさ見てさ何やってんだ終わってんじゃんもうっていうところでもさあれで熱くいくっていうね、うん、姿を見せるか見せないかってさ で、ね、できる人間とできない人間がはっきりするじゃん恥ずかしくていけないよみたいなさ、うん、あっさりしてるんですよね今、うん、あの時は退場になったんですかえ終わってからなってないなあ何言わないよゲームセットになってるまあまあそりゃそうですよねそこだったらまあ暴力本当の暴力になっちゃうでもあの監督はまあサービス精神がものすごく旺盛だったんですけど、うん、スターナイトナイターかなんかありましたよね、はいはいはい、あった、うん、でペンライトかなんかみんなで勝ったらやる、うんうん、で負けたんですよね、うんうん、で負けてみんなおいファンのために出ろとか言ってで出たらペンライトみんなに投げられたっていう監督危ない危ないとか言って覚えてますいや俺そういうのね嫌いなんだよ勝ったらやる負けたらやらないとかさ嫌いでしょどっちでもやれっつうんだよいや監督多分ね危ないと思いますよって言ったらいいんだよとか出るんだよって出せお前とか言っておいちょっと監督が出ろって言うから出ろみたいなみんなで一緒にペン振るぞって言ったらペン振るどころか投げられましたよね危なかったな危なかった刺さるところ、はい